三円南進、または三沿新とは、東海地方、甲信地方の一角で、豊橋市を中心とする愛知県の東三河地方、清嶺市の浜松市を中心とする静岡県の遠州地方、飯田市を中心とする長野県の南新州地域の県境をまたいだ地域の故障。文化、方言的には、神稲の南部も含まれ、群境をもまたいでいる。 民族学者の間では、三新園という地域名で流通している。1997年に三園南新地域交流ネットワーク会議という組織が作られており、観光ガイドなどを含む公式サイトを立ち上げた。また、この会議は、浜松市、豊橋市、飯田市の三市で事務局を回り持ちしていた。その後二千五年に三園、南新自動車同僧機械通気性同盟会が、 2008年に、三円南進地域連携ビジョン推進会議が発足。2014年に、セナが新体制に移行するのに伴い三円南進地域交流ネットワーク会議が統合された。この組織は、広域連合や一部事務組合のような自治体の、礼期集に定められたものではなく、民間も含めた任意の協議会。議会は存在せず、法人格もない。事務局は、 浜松市役所内に設置。なお、有史以来、長野県南部、静岡県西部、愛知県東部を統合した行政体は存在したことがないが、特に三河と演習は歴史的に結びつきが強い。三園南新地域連携ビジョン推進会議に加盟している市町村を列挙する。三園南新地域では各地域の中心都市にコミュニティ FM が存在し、 番組制作や公開性放送などの協力や交流も盛んである。ありがとうございます。